なでしこジャパン悔しい4位、 PK 戦で全員止められる。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。日本時間4月10日早朝に行われた C ビリーブスカップ3位決定戦に出場したなでしこジャパンでしたが、世界ランク10位のブラジル女子代表相手に試合は残念な結果に終わってしまいました。今回はそちらについて見ていきましょう。記事は日刊スポーツから。サッカー女子日本代表なでしこジャパン、 FIFA ランキング7位が3位決定戦でブラジル代表、同10位に PK 戦の末 0-3 で敗れた。6日のアメリカ戦から先発6人を入れ替え3バックシステムで臨んだ日本は、前半35分にフォワード田中美南29アイナック神戸の得点で先制する。右サイドを抜け出した浜野舞香、19チェルシーのクロスに反応した田中美が強烈な右ボレーでゴールネットを揺らした。後半21分には PK を獲得するも、田中美のキックが相手ゴールキーパーに防がれると、同26分にコーナーキックから失点し同点に追いつかれた。その後途中出場のミッドフィルダー宮澤ひなた24マンチェスターユナイテッドが決定機を迎えるなどチャンスを作ったが、そのまま後半終了のホイッスル、 PK 戦へ突入した。日本は清家貴子27、三菱重工浦和、長野風花25、リバプール長谷川唯27、マンチェスターシティと3人目まで全員が外し、逆に3本すべて決められて0-3で敗戦。パリオリンピック五輪本番で同組のブラジルとの前哨戦で黒星となった。日本は試合中も含めて4本の PK をストップされた。五輪本番で決勝トーナメントまで勝ち進んだことを想定すると、課題が残る形となった。このようになっています。前半なでしこが見事な先制点を挙げますが、後半にコーナーキックからブラジルに同点にされてしまいます。その後なでしこはペナルティエリア内でのブラジルのファールにより PK をゲット。しかしその PK を決めきれず、試合はそのまま同点で終了。規定により延長戦なしの PK 戦となり、その PK 戦では屈辱の3人連続失敗。この大会を4位と少々残念な結果で終えてしまいました。この試合の勝敗を分けたのは PK と言っても過言ではありませんでしたね。結局なでしこは試合中の1本、 PK 戦での3本すべてを相手ゴールキーパーに止められてしまいました。このブラジル女子ゴールキーパーの活躍にブラジルメディアも興奮の声を上げているようですので、そちらについても見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。現地4月9日日本女子代表はアメリカで開催されている C ビリーブスカップの3位決定戦でブラジルと対戦。35分に田中美南のゴールで先制したものの、71分にセットプレーから追いつかれ1対1で突入した PK 戦の末に敗れた。その PK 戦ではブラジルが3人全員成功させたのに対し、なでしこジャパンはなんと清家貴子、長野風花、長谷川唯が全てストップされた。ブラジルメディアカナルゴートは、試合中にも田中の PK を止めたゴールキーパーのロレーナ・レイテのパフォーマンスに驚嘆している。すごいロレーナ、ブラジルの驚異的なゴールキーパーだ。3つの PK をセーブ、ゴールキーパーロレーナの記憶に残るパフォーマンスだ。彼女は試合中の1本も加えて PK 戦における全てのペナルティを止めた。ブラジルが日本に勝ったのだ。凄まじい守護神が日本の前に立ちはだかった。このように伝えています。まず試合後半に発生した PK ですが、この PK を蹴ったのは田中美南選手。残念ながら田中選手の PK はコースも強さも中途半端で、これは相手のゴールキーパーがすごいというよりはなでしこ側の課題だと思いました。そして PK 戦ですが、1本目を蹴った清家選手は相手ゴールキーパーのタイミングをずらそうと一瞬遅らせて蹴りましたが、相手ゴールキーパーが最後まで粘り、そして清家選手の PK のコースも中途半端に。2人目の長野選手の PK は置きに行くようなキックとなり力がなく、さらにコースもそれほどギリギリとは言えないシュートに。3人目の長谷川選手は右上にまずまずの強さで蹴りましたが、すでに PK 戦で0-2となっていることもあってか、
相手ゴールキーパーが思いっきり飛んだところにボールが来た感じでした。事前にデータがあったのか分かりませんが、完全に相手ゴールキーパーの読み勝ちでした。 PK 戦というと、前回男子のワールドカップでも日本代表の課題となってしまいましたが、なでしこジャパンの PK も正直拙いものだったように思えます。パリ五輪までになんとか強化できると良いのですが。では次にこの試合に対するネットの反応を見ていきましょう。見ていてがっかりしたな。チャンスに決めきれないチームが負ける典型例を久々に見せつけられて。本番では違う戦いを期待してますよ。今回の戦い見てたら、あまりの課題の多さに短い期間で改善できるか疑問と不安だけが残った。別に全敗でも構わない。結果が必要な大会じゃないと思う。中2日のローテーションを試したりと、それなりの収穫はあったと思う。 PK は手の内を隠したんだと思いたい。キーパーがすごいのか、キッカーが練習不足なのか、どっちだろう。日本人選手は PK が上手くないというイメージがつきそう。 PK 戦でヘナチョコゴロキックで止められるほどしらけるものはない。だったら上に吹かす危険を冒してでも、もう少し上を強いキックで狙えると思ってしまう。3人の PK では誰がやっても止めたと思う。 PK の練習しろ。とにかく本番は五輪、出るもの出た感じ。この2戦は有意義。結果論だけど、 PK 戦3番手の長谷川は裏をかかずに得意な左サイドを狙った方が良かったかも。ブラジルのキーパーには心理戦で完敗。メンバー選出とともにオリンピックに向けて課題がはっきり出た大会。監督の采配に課題が残った試合。PK 失敗を嘆く声、五輪への課題と前向きな声、様々なようですね。 JFA のサイトを見ると、これで夏の五輪までなでしこジャパンの試合はなく、今回の C ビリーブスカップが五輪前最後の試合となりそうです。今回の大会2試合で出た課題をなんとかパリ五輪までに克服してほしいのですが、さてどうなることやら。なでしこジャパンのパリ五輪の戦いは7月26日のスペイン戦から始まります。そして同29日には今日負けたブラジル女子との対戦。次は絶対に勝ってほしいところですね。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。